こんばんは、水野あきこです。そして毎日新聞ホット兵庫編集長の平野幸男さんです。こんばんは、こんばんは、よろしくお願いいたします。今朝2時過ぎに愛媛で震度5強という地震がありましたよね。あの辺りが揺れると私なんかはもうすぐに伊方原発はどうだろうって。そうですね、私もあの出身が四国ですんで、あの一番気になりましたね。あの気がついてすぐあの実家の肉親の方に電話入れましたけどね。そうですか。あの、ね、まあ、結局伊方原発異常は見られませんでしたけれども、あのやはり大きな揺れがあると原発のことをすぐに思い浮かべるのは私だけじゃないと思うんですね。で九州では鹿児島県にあります仙台原発、この1号機と2号機が今年の夏にも再稼働する可能性が出てきています、国の原子力規制委員会が停止中の原子力発電所の再稼働の条件となる、まあ、審査について、この仙台原発1号機と2号機をじゃあ優先して進めましょうというふうに決めたんですね。1号機ってでももう30年経ってるんですね、運転開始から、ね、2号機も29年です。やっぱり机上の計算ですよね。振動想定を修正しただけですよね、数値をね。で現実的にあの自治体に求めてる避難計画なんかを十分できてないと、あの地元の住民の人たちはものすごく不安がってる人が多いですよね。あのどうやって逃げたらいいのかというのを全然まだ知らされてないわけでしょう。はい、まあ、これは他の再稼働を申請している原発も含めて、ほとんどが十分な防災避難計画ができてないですよね。でその中でのこうとりあえず現政権がこう再稼働のシンボル的存在にしようとい う、あの今回の再稼働原子力委員会ですけども容認という動きですよね。なるほど。あの先頃行われた共同通信の世論調査ではね、この原発の再稼働に対して賛成ですか反対ですかと聞いてみますと、賛成という人が 30% 少し、そして、反対という人は 60% ですか、まあ、ほぼ倍の数字で反対という人が多かったという数字も出ております、にもかかわらず行政はもうそれで自治体含めてね、国も動いていってるということですよね。今日はですね、福島第一原発は、まあ、事故から3年どうなっているのか、そのあたりを語ってくれる原発作業員の大変貴重な声をお届けしようと思います、いつもこの福島第一原発取材を続けております上田孝之アナウンサーの報告でお伝えいたします、皆様どうかご意見ご感想ファックスメールでお寄せください。ファックスはこちらです。0668609-9090 e メールの場合は報道するラジオのホウです。 hou@mbs1179.com hou@mbs1179.com でお待ちしております。今日の特集テーマ、原発作業員が語る3年です。福島第一原発の取材をずっと続けております上田孝之アナウンサーです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。福島からお帰りなさいということですね。はい、できました。作業員の方たちの声を聞くというのも本当に難しいことだと思うんですけれども。そうですね。上田アナウンサーはずっと作業員の方たちからの声を取り続け、貴重な証言を、ね、皆さんにお聞かせし続けてるわけですけども、はい、さ3年経って今どうなのか。そうですね、はい、あの労働環境がどうだとか、あと、まあ、福島第一原発の中というのは一体どういうふうに今なっているのか、変わっているのかどうなのか、一番間近で見ているのはやっぱり中で仕事をしている人だということで、作業員の方に話を聞きました、まず3年前のその事故の時、福島第一原発で水素爆発が起こりました、覚えてますでしょうか。福島第一原発1号機が地震から4時間後にはメルトダウンが始まって、翌日に水素爆発を起こして、その2日後に3号機、その次の日には2号機に影響があったと、爆発があったということですね。
この爆発の凄まじさは、建屋がボロボロになっている写真とか映像を見たことがある方も大勢いらっしゃると思うんですけれども、凄まじいものでした。福島第一原発が包まれるような大きなこう煙、黒い煙が立ち上るといった状況でした。で、今回の取材で、この爆発の後、すぐ後に建屋で作業をしたことがあるという方から当時の様子を聞けましたので、爆発直後、はい、の様子、はい、その作業の様子を聞きました。その声からまずお聞きください。その上上がって、それも20キロの鉛のベストを着て歩くから、もうきついわけ、時間が短くて、で下から8分のセットして、対比上から8分のセットして、で上がっていくのに約3分ぐらいかかるわけだけど、転んだり階段だから、建屋上上がるのにそんな慌てちゃダメだよ、でも時間との勝負だから、やっぱり多少早足で上がるわけですよ。と上着いて、でもう帰ってこなきゃいけないからさ、3分4分しかできないわけ、一日の仕事がね。線量の関係で。そう、線量の関係で。だって爆発した穴真横にしてやってんだから。その3分で何をされたんですか？その爆発した時に、コンクリートガラが飛ぶじゃないですか。で、それをガラをこう集めて、それを今度下に下ろすわけなんだけど、で、その仕事で行ったんだけど、まあ、悲惨だったよ。きつかった。もう、それはね、見た目でテレビで見てるよりも、全然悲惨。もう、すごい。原発の建屋の高さというのは50メートルくらいあるということで、まあ、ビルで言うと10階くらい。その高さを20キロのベストを着て、まあ、ほぼ駆け上がるという、走って登るという状況だったと。で、高い放射線量のために1日に実質3、4分しか働けない。目に見えないけれども、その放射能に怯えながらの仕事というのがいかに過酷なのか。1日に3、4分しか働けないほどの放射能の中での労働だってことですよね。はい。8分のタイマーをセットして、まあ、放射線量を測る機械ですけど、それが鳴るたびにこう怯えなければいけないという状況ですよね。1号機から3号機までこう煙が出ていて、まあ、瓦礫の山でしたし、建物のこの曲がった鉄筋がむき出しだったとか、まあ、外を見ると建屋の中に普段置いてある作業着が爆発で焦げて真っ黒になって外に飛び出して落ちていたとか、爆発の影響ですよね。あとは、まあ、津波のこともあって、船とか車が打ち寄せられていたという話が聞かれました。で、この状況から3年経ちまして、今なんですけれども、まあ、3年経ったということで、テレビが取材に入りまして、まあ、映像で見ますと、1号機とか3号機、コンクリートのカバーに覆われていて、外から見ると、まあ、綺麗な建物のように見えますよね。敷地内も片付いてきている映像がニュースでは分かったと思います。で、3年になるのを前に、こうやってテレビのカメラが福島第一原発に入って、その様子を伝えているわけなんですが、作業員が今どんな作業をしているのか、作業員から見た福島第一原発の様子というのは、一体どういうものなのか聞きましたので、その声です。ただ今4号機だけでしょ、燃料棒。1日3は全然手つかずですから。これで他の仕事が、それに付随した仕事が大変ですよ。ただ燃料棒だけ取り上げるっていうんじゃなくて、それに関する、その、仕事っていうのがもう、それの何倍もあるわけですから、そのやるためには。結局、線量と労働時間との比率が、同じ一つのものを作るんでも、ざっと見ても、3分の1しか仕事量ができないわけです。それでましてこの、被ってるし、だからそこら辺の作業能力はもう半分だね。 30% ぐらいじゃないですかね、作業能力自体は。もともと壊れることを想定して作ってないんで、絶対に壊れないように作ってあるものが壊れたわけで、それをどう直そうっていうマニュアルも多分ないと思うんですよね。だから本当に今日はここやろう、明日はここやろう、これはこういう風にしようって、現場のやっぱり監督、送電の人間らが指示を出してやってるのが今の仕事ですね、やっぱり。じゃあその日その日で。そうですね、全く違いますね、作業の内容が。コンクリートでほらカバーしちゃうでしょ。綺麗になってんな。でも裏行っちゃうとまだ手つかずのとこがいっぱいあるから、どうしても手つけられないとこあるじゃん。こうマスコミさんがよくバスで視察にこう来るじゃないですか。やっぱりある程度のいいとこは見せますよね。まだこんなかよなんていうとこありますからね。
どうすんだよこれなんて、はい、やっぱり我々がカメラで入っても見られない場所ってのそれはそうですよ、見せないですよ、いっぱいあります。はい、テレビで見ているイメージとは今の作業員の方のお話とも全然違いますね。そうですね、一見綺麗に見えるようなところがあっても、うん、そこだけを見せられてるわけですね、ということですよね、はあ、まあ、もちろんその建屋の中で燃料が今どうなってるかっていうのは全然手つかずの状態ですし、はい、そういったところはカメラ映せませんから、うん、まあ、当然放送もされないですよね。映せないし放送されないとそれはないかのように感じるんですが、めちゃくちゃたくさんあるんですよね。そうなんです。まだどうしようもないっていうところが、はい、で作業員の方に聞くと、そういった取材クルーにはやっぱりしっかり東京電力の社員がついていて、どの位置からどういうふうにカメラで撮影するのかっていうのは指示していると、そういった声もあります。どの位置からどう撮影するかで全然印象変わるんでしょうね。そうですね。やっぱりその裏の裏という声が今ありましたけれども、そういうところまで行ってまだ手つかずのところの状態があるという話を聞くと、はい、随分と様子は違うんだなと。4号機だけなんですね、まだ手がつけられているのは。そうですね、1,2,3 は手つかずだっておっしゃってましたね。はい、全く何もすることができない状態だということなんです。はい、まあ、3年経っていてもその作業の進み具合というのは、まあ、作業員の方の言葉を借りますと、最初の一歩を踏み出しただけ。そうですか。はい。で、廃炉作業の目安が40年と言われてますけれども、これも最低でもそれくらいかかるというふうに思っていると。はい。もう日々大変な作業があって、はい、講演でもありました、その壊れたものを直すマニュアルなんていうのはないし、うん、みんな初めての状況が毎日続いてやってるので、うん、そんなに予定通り進みますというようなことにはならないと。はい。いうふうに皆さん言ってるんですね。あの、建屋に入ることができるようにするための付随作業というのがもういっぱいありまして、ちょっと前に進むためには、例えば線量を下げなきゃいけない。うん、何か邪魔をしているものがあったらそれを取り除かなければいけない。うん、エリア内は線量を下げなければいけない。うん、炉心の温度を低い温度でキープするためには常に冷却をし続けなきゃいけない。あ、それに伴う汚染水が出ますので、それをどうするのかというのもやっていかなきゃいけない。4号機こそ使用済みの燃料の取り出しというのをやってますけれども、根本的なその1号機から3号機の炉心の燃料の回収っていうところは着手すら全く目処が立っていないというのが皆さんの声なんですね。あの、こうした現場の作業なんですけれども、よくニュースで汚染水が漏れてしまうというような事故が起こるということがよく報じられていますよね。私たちもニュースでよく読みますけれども、はい、そうすると現場レベルで人為的なミスだという指摘がたくさんあるわけですけれども、現場の作業というのはそんなに簡単に完璧な作業ができるわけではないというふうに、そうか、作業員の皆さんやっぱり悔しい思いをして日々仕事をされてるんですね。人為的ミスというけれど、それは普通で考えるようなそのミスというような言葉で片付けられないものなんですね。そうなんですよね。で、そのあたりを現場の作業員の方に聞きました。いくら東京の会議室から指示されたとしても動くのは現場の人間ですから。でも原発事故のメルトダウンの結局事故の経験ある人間なんて日本に一人もいないわけじゃないですか。それを指示だけで動けって言っても、これはちょっといくら熟練したプロの作業員が当たったとしてもどうしてもミスは出ますよね。だってその初体験でこのバルブを閉めてこいって言ったって、今まで閉めたことないバルブを閉めるわけですから、その閉めるにあたって何の工具を使うか、細かいことを言えばそこの配管図を読んで、そこの配管までたどり着けるかどうか、果たしてそこの線量はどのぐらいあるのか、これ全部未知数の中で動いてるわけじゃないですか、今。実際にね、本当に3号機の周りだとか上だとか言ってやってるのに、なんか簡単にこう言ってるけど、全然違うもんね。いや、これおかしいだろうって思ったって言うとこがないしさ。結局こうなんですよ。東電さんが指示をするじゃないですか。例えばこうしてほしいって方は、まあ一つの仕事やる。ほんと当然ゼネコンさんがそれについて分かりましたと、こういう計画でこうやりますと。ほんとそれは事務的な書類の動きなわけじゃないですか。で、うちらは書類じゃなくて現実に体を動かしてるわけで、そこら辺の温度差がすごくあるってことですよね。やっぱり実際に体を動かして行って作業をしてみると、そういうか、とにはいかないってことですよね。だから
やらないと分かんない。そう、自分たちが本当にうちらについて一緒にスコップを持ったり一緒に機械を乗ったりやってみればよく分かるんですよ。あ、そう簡単にいかないんだなと。はい、まあ、私たちも燃料棒を早く取り出さなきゃいけないとか、うん、燃料を解決しなきゃいけないっていうようなことを東電に対してまあ言うわけですけれども、その声っていうのは現場で働く作業員の皆さんに跳ね返っていくわけですよね、うん、で簡単にそういう大きな計画でいろんな物事を我々言いがちなんですけれども、うん、そういった付随した細かい作業を突き詰めていきますと、もうどんどんこう難しい問題が発生してくるんですよね、うん、そういった指示が作業員の皆さんのやはり精神的な負担になっている、うん、そんな軽々しく言わないでくれと。机の上で考えたことを実際体を動かしてやってみんなできるわけないやろっていう、その悲痛な思いをものすごい伝わりました、うん、今の話はやっぱり東電の社員が直接現場指揮をどうもしてない状況がもう浮かび上がってきますね、うん、そのあたりも社員がいないというような声もありましたけれども、うん、例えばその重機を使って何か仕事をしようとしていた作業員の方、なんか地面を掘ろうとをしていた時に、まあ、配管にいろいろとこう地下に走ってっている状況は見つかって、それを傷つけるわけにはいけない、うん、でそうするともう重機使えないからつるはしを使って手彫りをしなきゃいけない。でこうなると重機を使うこと前提でプランが組まれていたにもかかわらず、それが人が実際につるはしで掘るとなると当然スピードはぐんと悪くなるわけで、そうすると肉体的にも作業員の皆さん疲弊するし、うん、はい、作業にはどんどん時間がかかるようになってくる。これ話と違うよねっていうことがどんどん起こってくるわけですよね、でこういった細かいところに目を向けていかないと正しい作業工程とか想定期間とか作業員の労力の負担っていうのはやっぱりわからないということに気づきました。工程表というのがいかにその机上のものに過ぎないかですね、うん、そうですね。さらにその作業を全て放射線から身を守るためにタイベックという防護服、それからフルマスク、はい、そういった装備でやってるわけですよね。ものすごく息苦しかったり重かったりするわけですよね、はい、視野も狭いと、はい、なかなか足元が見られなかったりするという話もありました、うん、その防護しなければならない放射線の量の話なんですけれども、はい、作業員の方に聞くと少し変化をしているようですので、うん、その声をお聞きください。空間線量というんですかね、 1F 構内の空間線量は下がってます。まあ、建屋にカバーかぶせたりとかそういうのが多分効いてきてるんだと思うんですけど、でもそれでもやっぱり年間20っていうのは超えてくる人の方が多いんですよね。今でもその 1F 内のその休憩室っていう形になってる、まあ、免震棟ってあるんですけど、そこに勤務してる人でさえ1年持たないんですよ。20に収まらないんですよ。建物の中にいて、はい、いくら下がったとはいえそういう状況なんですよ。確かに下がってはいるけれどもまだまだ高いっていうことですか。そうですよね。1F という言葉が出てきました。これは福島第一原発の俗称なんですけれども、法律では普通の人なら、まあ、年間で1ミリシーベルト、うん、作業員は自己収束作業でそれが20倍になっていて5年で100ミリシーベルトというのが上限なんですね、うん、で1年で考えるとこの5分の1で20ミリシーベルト、これが目安になってくるんですが、これを超えてくると、超えてる、うん、減ったとはいえこれを超えてくる量なんだと、はい、で浴びている線量というのはその福島第一原発で借りる APD と呼ばれる線量計のデータを元にしていて、はい、まあ、それは福島第一原発の敷地内で受け取って敷地内での作業中に測っていると、はい、でそこを出てから、街の中でも福島第一原発の周りの街の中でも放射線量がまだ高いところっていっぱいありまして、でそのあたりは作業服を脱いで作業員は移動しますので、はあ、そういった細かいデータがどの程度反映されているのかっていうのはわからないと。つまり敷地内で作業してる時の線量はこれだけでしたよということは測られていても、うん、その作業員の方の生活自体は敷地から出た後もずっと被曝しますよね、はい、その量も含めてどれだけなのかというところがきっちりわからないんだ。はい、別の装置もつけているということなんですが、どちらのデータが例えば放射線管理手帳に反映されているかというのはご本人わからないというふうに話していました。敷地内の空間線量は下がったという声もありましたけども、はい、これは原子炉を覆うためのその建屋のようなカバーができてコンクリートですっぽり覆われて飛散する放射線量が下がったというためで、はい、元々のその根本
のところの問題は当然解決してないわけですから。あ、そうか、放射性物質がそこからなくなったわけじゃないんですね、はい、飛び散るのがカバーされているだけで、ええ、そのカバー取ったら同じようにそこにあるんだ、はい、はあ、ということなんですね。あのね、ラジオネーム小塚太郎さんという方が、上田さんに質問ってくださったんです、はい、原発で作業していらっしゃる作業員の人数はちゃんと確保されているんですかって聞いてらっしゃいます。はい、今言いました目安の放射線量を超えてきてますので、うん、中には5年で100ミリシーベルトという被曝線量の上限をすでにこの3年で超えてきている人がいる、はい、そうすると当然現場では働けないので離れなければいけない、うん、そういったこともあって作業員の数っていうのは不足してるんですね。これ1日確か3000人ぐらいの人が動いてるんですね。はい、3000人から今は、うん、それぐらいというそうですね、針の人が働いてるっていうことなんですけれども、それでも作業にやっぱり人は足りていないということなので、いや不足してると言えますね。はい、でこの人手不足の状況についてなんですけれども、はい、作業員から不満の声も出ていますので、その声をお聞きください。人を集めるのにはやっぱり安全だっていうのと、やっぱり単価が高いよと、それをやっぱり売らないとやっぱり話にならないし、本当に危険な作業をしている人間の末端の私らに降りてきている単価っていうのが、やっぱりどうしてもやっぱり工事が迂回されるわけじゃないですか。一次会社から二次会社、二次会社から三次会社、これをやめて一次会社が自分らみたいなその末端の会社を使うっていう、その抜本的なその取っ払ったその考えを持てば、人なんていうのはいくらでも集まるんですよ。人を集まらない集まらないって騒いでる三次会社四次会社の人らが、やっぱりそこでやっぱり利益を得ようとしてるから余計人が集まらないっていう悪循環に陥ってんのが、私から見た一番悪い点だと思いますよ。やっぱりそこを飛ばして直接っていうのは難しいんですか。まあ多分受け入れてもらえないですよね。営業に私らが行って、私らはじゃあ足場やります、私らは溶接プロです言っても、じゃあうちの子会社を紹介しますから、そこから仕事をもらってください。これが多分今の現状ですから。これ人手不足の背景にはこうした何時下請けという話が出てくるんですね。ラジオネームラジオ大好きさんという方が上田さんに質問です。はい、いまだに何重下請けみたいな状態は続いてるんですか。全く、はい、変わってなくて、かつてからお伝えしているままですね。自由とか二重という企業が入ってるということもありましたよね。そうですね、当初ね、はい、ひどい場合はそういう場合もありますし、うん、まあ、話を聞くと、一番目の会社があって、そこから下の会社に発注をして、うん、それが一つ目、二つ、三つ、四つといくと、うん、まあ、六つ、七つぐらいまでは平気に聞けると、うん、いうような、その何重ものを請け負い構造になってるんですね。はい、だから最初に東電が出したお金が、いろんな会社がどん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 、ね、まあ取っていくから、本当労働者お一人には少ない金額になってしまう。どれぐらい、7000円とか1日8000円とか、そういった日当で働いてる人たち、これは東電の帳簿上ではおそらく2万円ぐらいの金額になってるんでしょうね。でこの何時にもわたる下請け構造っていうのは、法律に触れるケースにつながる労働問題なんですよね。はい、でこの作業員がどこの企業に所属して働いているのかというのが明確になっていないケースがあったり、まあ、契約書自体が結ばれていないというケースがあったり、また現場でどの人の指示に従うのか、こういったあたり偽装請負いになってるんですね。人が集まるか集まらないかという問題だけではなくて、偽装請負いということになれば法律にもちろん反しているわけで、まあ、しっかりと監督調査して是正する必要があるわけですよね。労働基準法ですよね。はい、これはやっぱり民事の訴訟にもなりかねない話ですよね。そうですね。でこういった構造があるままで、こう儲けようとする人たちがまあもちろん間にいるわけで、うん、そのまま人を集めようって言ったって単価が安くなる、そうするとそうはいかないと、なかなか人が集まらないということの原因になっていると、今証言でしたね。あんまり監督官庁の厚労省はきちんと動いてない印象ですよね。こういうことがまだ続いているということはね、当初から言われてましたよね。そうですね。
で当初は、線量の今度は管理のずさんさの話なんですけども、それも少し出てましたが、はい、当初は J ビレッジという福島第一原発から20キロほど離れたところが作業員の基地になっていまして、そこで防護服を着て、で作業員専用のその線量計、これを受け取って、でバスでみんな防護服を着てから20キロかけて、でバスで福島第一原発の中に入っていたんですけども、うん、今はそういった基地は入隊域管理棟というふうに皆さん言ってるんですけれども、福島第一原発の敷地の中にある建物が使われている。そこに行くまでは装備を着たり線量計を受け取ったりするということはないんですね。え、今までだったら20キロ離れたところから装備してたのに、今だったら敷地に入ってからなんですか？そうなんです。で作業員は車でも中に行くことができるということなんですが、その20キロの間の被爆を防ぐ手立てがないじゃないですか。そうなんです。まだ線量が高いところがその間にはもちろんあるわけなんですけれども、はい、そしてその福島第一原発のエリアから出るときには、うん、車の場合ですと汚染度合いを検査する、皆さんサーベイという言葉を使ってるんですが、機械を車にこう向けまして、どのぐらい汚れているかと、放射線で汚れているかというのを検査して、放射線がいっぱいついている場合には車そのまま外に出せませんので、うん、まあ、洗浄をする、はい、汚れを落としてから原発の郊外に出ていくという作業をしなきゃいけなくて、これもかつてはその20キロ離れた J ビレッジというところで行われていたんですが、今その福島第一原発の車の放射線の検査についてこんな証言があります。移動する車であったりバスだったりは、入隊機管理棟に必ずそのスクリーニング場があって、そこを通していくんですけど、セルフですからね。今自分でこの GM 缶を持って運転するの人が測るんですから、ビューって、で、あ、 OK って言って、あの除染場があるんですけど、今まで自分ずっと見てきて除染してる風景見たことないんで、これはどういうことかというと、汚染してないのか、それとも汚染してるけどまあええわと思ってるのか、どっちかです。かなりアバウトというかずさんですよね。車が除染されないまま外へ出たら、放射性物質どんどん外の地域に出ていくじゃないですか、という恐れがあるという証言なんですよね。まあ、自身で、もうそのサーベイという作業をやるようになってしまっていると、まあ、かつてはそれ専用の作業をされる方がいたわけなんですけれども、はい、ひょっとするとこれ未申告で外へ出られるじゃないかというようなことの話でした。いや、非常になんかずさんになってきてるのがこの3年なんですかね。そうですね。除染作業というのは必要で、まあ、これからも進んでいくわけなんですけれども、はい、福島第一原発の中、もちろんまだ放射線量って高いんですね。で、原発の外は福島第一原発からおよそ10キロ弱のところにゲートがありまして、そこから先は一般の人は入れないというようになっているんですけども、うん、はい、その10キロ圏内と当然線量は高いですし、うん、そこから外もまだまだ線量が20キロぐらいは高いところがありますので、放射性物質がそうやって拡散していく、広がっていく危険性があるということは気に留めておかなければならない問題だなというふうに感じました。はい、はい、で次は汚染水の問題なんですけれども、汚染水、本当に建屋のひどいところを見てしまっている作業員の皆さんにとっては、この汚染水の問題、まあ、もちろん大変な問題ではあるんですけども、まあ、枝葉になっているという状況ですね。そうなんですか。汚染水がものすごい大変だって私なんか思ってるんですが、もちろん大変なんでしょうが、はい、それよりもっともっと大変な状況をやってらっしゃるから、そうなんです。それは枝葉だって思ってしまうぐらいになってるんですね。もっと深刻なんだ。やっぱり原子炉の対処というのをしないと根本の解決にはならないと。いくらでも汚染水は増えますわね。そうですよね、はい、そしてこの汚染水の問題なんですけれども、うん、作業員の方から、まあ、ちゃんとしていないボルト締めの簡易タンクを今使って、そこに水を溜めていってる。今はもう仮設のタンクですって言いますよね、うん、はい、でなんかつなぎ目がいい加減だなんて話が、これ1000基あるっていう話なんですよね。で今そういう状況ですけれども、これからまあ大きな、よりしっかりとしたタンクを別のところで作っ
って、運び込むという作業をこれから予定しているという話なんですね。今まではそこで作っていたから、はい、施設のものしか作れなかったけど、ちゃんとしたものを作って完成品を届けると、うん、東京電力に取材しますと、4月の17日ぐらいをめどに目標に、海から福島第一原発に、まあ、すでに溶接で出来上がったしっかりしたタンクを輸送するという計画がスタートすると。新しいタンクはその溶接タイプ、外で作ってから運び込まれると、うん、サイズは現状と同じくらいで1個1000トンの水が貯められると、ただ大きいということで敷地内で動かせないところ、はい、通れないところがあるということで、現場では例えば道路を広げる工事が必要、うん、さっき出てきた付随する作業にまあ入ってきますけども、そういった道路を広げなきゃいけないということがあったりすると、うん、それから超大型のトレーラーを使わなければいけない、うん、そういった状況で運び込んできて、で目標としては東京電力によると来年の春27年度中に既存のタンクとの置き換えを完了させたいと。置き換えていく。そんなん、もっとなんで早くできんかったんですか。そっちにしときゃよかったじゃないですか、最初から。そうですよね。まあ、現場ではずっと突貫でやってきたわけで、水が漏れるたびに、作業員の方は被爆し続けるわけですから、はいはい、より早くこの作業ができていれば、ちょっとでも、被爆する量を抑えられたかもしれない。この時期にどうしてなってしまったのかという疑問は残りますね。タンクの劣化もひどいみたいですね。そうですね。なかなか、まあ、以前の取材ですと、まあ、3年とか5年と言ってる、そのタンクを組み立てに携わった作業員の方の声がありました。はい。3年経って、テレビの映像では、綺麗になってるじゃないかと思っていた、なんか頭をガツンとやられました。作業員の方の言葉の重み、この後もコマーシャルを挟んで上田隆之アナウンサーの報告を続けます。上田隆之アナウンサーが福島から帰ってまいりまして、今日は原発作業員が語る3年と題して福島第一原発の取材、作業員の方たちの貴重な証言を皆様にお届けしております。上田さん、はい、もうすでにですね、聞いてこんな風に感じたよっていうリスナーの方が送ってきてくださってるのはね、はい、ラジオネーム緑茶ラブさんという方ですけど、はい、やっぱり都合の悪いところは隠してるんですね、というふうにおっしゃっております、うん、はい、そうですね、撮影ポイントが限られている、どんなふうに撮影するかという角度もまあ限られている、まあ、それしか私たちは見てないから、それが全てと思いがちですが、はい、そうではない、撮影できないところの方がほとんどなんだということを、そうですね、本当肝に銘じなきゃいけないですね、はい、ラジオネームゴールデンタイムさんという方はですね、原発下請け作業員の方たちの状況ほんまにひどいですね。これ安く使い捨てるということにならないんですかと。あり得る 見方だと思います ね、 ね、で、はい、この方おっしゃってる大阪のハローワークでも、はい、原発の作業だろうなと思う仕事内容の派遣業の求人を見たことがありますが、はい、私は被爆をしたくないからということで仕事に応募はしませんでした。だけど下請けで原発作業をしてる人、すみませんってこの人書いてくださってるんですけど、本当に危険な中で、またひどいその労働条件の中でやってる方たちがいて、今の日本があると。そうですね、はい、いうことが今日前半のね報告だけでもだいぶ見えてきました。はい、じゃあ後半の声も上田隆之アナウンサーに聞かせてもらいましょう。はい、はい、ここまでは、まあ、3年経った福島第一原発の中でどういうことが起こっているのか、まあ、どういうことが発生しているのかということをお伝えしてきましたけれども、うん、もう作業員の皆さんにのしかかっている話というのがあります。はい、でこれはまずは事故の直後なんですけども、当時作業員の皆さんっていうのは宿泊、うん、宿が用意されていた、これは会社が出していたんですね、で朝食と夕食もついていた、うんうん、でそれも会社が出していた、うん、
でもコストカットが行われまして、まあ、東京電力費用を抑えようとしたわけですよね、うん、でこれまでは会社の借り上げの旅館とかそれからホテルに泊まっていた作業員の皆さんはそこからまあ追い出される形になりまして、うん、今では自分で家賃を支払ってアパートに入らなければならなくなっています。ものすごい負担増えますね。今まで寝て食べてっていうところは会社が見てくれてたのに、それ自分でアパート代も自分で家賃を払って、はい、食事も自分で払わなきゃいけない。そうですね、はあ、その作業員の皆さんのためのアパートをもう会社がまだ住民の皆さんが戻っていない地域、原発により近い地域に建てて、そこを作業員の皆さんに貸すというようなことが起こっています。で作業員を雇っている会社っていうものはやっぱゼネコン、うん、それから建設土木会社ということで、こういったアパートを建てるのはお手の物なんですよね、うんうん、ですので今そういった町に行きますと、うん、アパートがもうどんどん建っているというような状況が起こっています。でもアパートを建てるその建設土木会社は作業員の人から賃料取るわけでしょ、家賃を取るわけでしょ、はい、でそこでの儲けが発生しますよね。またそうなんです、はあ、でこうした動き、今事故から1年も経つと見えてはきているんですけれども、うん、3年も経ちますとさすがに数が増えてきてまして、うん、もう本当ものすごい数のアパートが至るところに立っているというような、そういった感じになっていました。でそうした町の一つに広野町というところがあります。ここは、うん、福島県のいわき市から、いわき市と北隣ということで、うん、福島第一原発からまあおよそ20キロぐらいですかね、のところなんですけども、はい、この広野町について住民の皆さんがどういうふうに感じているのか、福島地元の方に話を聞きました。広野町の仮設住宅に入っている人がその時々広野に帰ってお家の出入りをしたりしに行ってくるんだけど、行くたびに空き地には宿が建っちゃうと、宿っていうか宿舎が建って、そして街の中を歩いている人は知り合いに会うんじゃない、全然顔見たこともないならその作業員の人ばっかりに会うと、そしたらそのやっぱり帰りにくいよねと、特別な地域になっちゃったわね本当に。ああ、ふるさとの顔ではないんですね。景色が変わってしまってるんですよね。そこにいる人たちも作業員の皆さんばかりになってしまっていると。作業員町という今までとは違う雰囲気の町になってしまったと地元の方は感じるわけだ、はいはい、で一方地元の原発の作業員の方なんですけれども、自分の住んでいた町について次のように話しています。けど私の知り合いも楢葉町、大熊町、双葉町みんないますけども、やっぱり私らみたいな若い世代、20代、30代、40代の世代の人らは、まあ、戻らないっていう方向ですね、全員が。まあ、子供いる人間らは、なおさらですよね。大丈夫だっていうそのレベルが、国で発表されてるものが、果たして正確なものなのかっていうのは、誰も保証してくれないし、だから自己判断なわけじゃないですか。帰宅困難地域から、帰宅困難解除地域になって、解除になっても、そこに住んで安全だっていう保証をしてくれる、わけでもないし、でもそれは時間が過ぎないと誰も何も結果は出ないもんだと思うし、国が全部買い上げて国の施設を作って大丈夫だって言ってる人らが住めば私は一番いいかなと、まあ皮肉じゃないですけど、これは私は全然それがいいと思いますよ。大丈夫だって言ってる人らが来ないで、もともと住んでる人らはどうぞどうぞ帰ってくださいって言っても、これちょっと信憑性がないですよね。いや、この気持ちは本当そうですよね。あんたらが大丈夫やと国の偉い人を言って、もう帰宅困難を解除しますよっていうのやったら、あんたら住んでみいなと、私らがそこに住んだってじゃあ安全やって言うけど、その保証は一体いつどんな風にしてくれんのって、うん、これ現実に放射線量がもう本当きついんですよね、はい、20ミリシーベルトがもう除染が全然効かないという話が伝わってきますよね、うん、だから帰れないですよね、住民の方は帰れないのに、まあ仕方なく作業の人たちはそこに住まざるを得ないということですよね、はい、
っぱり若干線放射線量高いところがあるんですよね。はい。で、もともとは言ったら、1ミリシー、年間1ミリシーベルト以上のところに人はいちゃいけないっていうのが、もともとだったわけでしょ、うんうんはい、で、それを20ミリシーベルトにね、引き上げちゃってるわけですもんね。作業員の皆さんそうですよね。うん、で、まあ、それから、街の景色がそうやってやっぱ変わってしまってると、うん、帰っても、かつて一緒に暮らしてた人たちの顔が見られない。知らない人ばかりが暮らしている状況があってというところだと、やっぱりふるさとだという感覚すらちょっと失われつつあるということなんですよね。なかなか住民の皆さん、もちろん完全に帰るというわけにもいきませんし、なかなかこれは国との乖離っていうんですかね、国が帰れと言っている。でも自分たちが帰るところっていうことがそういう状況になってしまっている。なんかこう国だけは除染してあたかも住めるようにしようとしているんだけれども自分たちの気持ちとは完全に離れてしまっているよね、ということが聞き取れました。若い人は帰らないよってね、まあ、特に子供、おっしゃってましたね、特に子供さんについては、うん、やっぱり皆さん心配があって子供さんいる方ほど一緒に帰るわけにはいかないと、ラジオネームたぬきワンワンさんという方が質問してらっしゃいます、はい、安倍総理は汚染水はコントロールされていると言ってオリンピック招致を成功させましたよね、はい、この、ま、アンダーコントロールと言われる、ね、あの発言ですね、うん、安倍さんのこの発言について現場の作業員の方たちはどう考えてはるんでしょうか、聞かせてくださいとおっしゃっております、はい、やっぱり作業員の皆さんはこのアンダーコントロールという総理の言葉については怒っています、はい、まあ、オリンピックを東京に誘致するための最後の演説のところで安倍総理が福島第一原発について言ったアンダーコントロール、まあ、制御できますよっていうことですけども、はい、この発言について取材した作業員の皆さん全員から怒りの声が聞かれましたので、それをお聞きください。安倍首相がアンダーコントロールって言ってたじゃないですか。全然ですよね。結局、壊れてるものに今蓋してるだけなんで、その根本のところを直してない。安倍さん、10日ぐらい原発なんか一緒に入った方がいいよな。俺たちと一緒に。本当にね、こういうふうにマスクして、本当に作業して、やんないと、バスでぐるぐる回ったって、結局そのだいぶ綺麗になってねっていうだけのことしか見てないから、それはね、1週間でも10日でも1ヶ月でもね、本当に中入って仕事やったら冗談じゃねえやってなるから。本当に制御できてるんだったら今現状放射線は出てないはずですよね。だけど出てるから自分らの町の公園にも線量計が全部あるわけじゃないですか。もう公園っていう公園に全部線量計がついてるわけで、完璧にコントロールができてるんで、事故前に戻ったんであれば、そんなニュースの時間に本日の福島県の線量はなんていうニュースが流れるのがおかしいと思うし、事故前はだって出てなかったわけですし、まあヘリで来て1時間見て帰ってもこの福島の現状はわからないと思うし、タイベックス着て、まあ防護ヘルメット着てマスクして3日でも4日でも従業員と同じ作業をしなくても現場に出てもらえれば、多分どれだけ今線量が出てるのか分かると思うんですよね。まあアンダーコントロールと言うんだったら一緒に防護服着てマスクをして入ってくれと、はい、一緒に作業をしてほしいと、うん、そうすれば本当のことが分かるんじゃないかというふうに皆さん話しています、はい、そのオリンピックなんですけれども、作業員の皆さん、このオリンピック自体がやっぱり心配事だというふうに話しているんですよね。オリンピック自体が心配だ、はい、これも取材した全ての作業員の皆さんが話していることなんですけれども、はい、オリンピックに関連した施設を作るということには人も資材もかかるわけですよね、うん、で福島の廃炉作業に従事している作業員の皆さんがオリンピックの関連施設を作ることに奪われてしまわないか、うん、そういった懸念があるということなんです。その声をお聞きください。やっぱり東京の常用の単価っていうのは全然高いんで、こっちに来て放射線を浴びて高い給料をもらうんだったら、ちょっとぐらい安くても東京に出張に行って、うん、その、まあ、工事なんてそんな1年2年では終わんないでしょうから、やっぱりその熟練した溶接工であったり飛びの人間であったり、そういうのは多分どん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 東京に行くと思いますね。作業員はさらに集まりにくくなるでしょうね。まず被爆しないですよね。
そこが一番大きいと思うんですよ。結局は無理して人集めて、まあ被爆してしまうと人をすぐ入れ替えないといけないじゃないですか。ずっと募集をかけて入れ替えて確保しないといけないっていう苦しい作業があるんですけど、オリンピックとかは普通の平場でやる分には雇ってしまえばそれずっとやれるんで、うん、そこが全然大きいと思いますよ。だからオリンピックやる必要はないよね。必要ないよ。ここで仕事やってたら。それよりね、こっちの原発を先にやれって言いたいね。そう、原発を先にしてオリンピックは一回断るべきですよ。こっちを先にして、あんな大騒ぎして喜んでる場合じゃないっていうの。ここにいる人たちは。実際に中入って裏の裏行くと、おいおいおい、今度オリンピックやってる暇あんのかなんていう感じではとかいっぱいあるよ。ああ、もう心に刺さりますね。うん、最初に声をお聞きいただいた方はですね、はい、まあ、作業員を雇っているという、まあ、会社の社長の人で、まあ、ご自身も中に入って作業を一緒にしてるんですけれども、はい、従業員に比較的高い給料を払っている人なんですね、うんうん、でこの人に聞くと、お金がしっかりあると人は集まってくると、うん、ちゃんと従業員は来るということをこの人よく分かっていてですね、うんうん、やっぱり東京の方が条件がいい、賃金が高い、うん、放射能も浴びない、うん、仕事もいいということになると、うん、会社としてはやっぱり儲かるのでそっちに行きますよねと。あ、人もそっちに行くけど会社自体もより儲かる方へ行くから、はい、あ、そうか、会社も東京へ行きますか。はい、だからこれからオリンピックの関連の施設を作るんであれば、はい、人も資金もそっちへ移動していくのではないかと。福島の地元の建設業の人ということなんですけども、うん、通常から福島より東京の方は工事単価が高い、うん、普通だってそうなんだ。それで被爆しないでいいとなると、出張してでも東京の仕事を取りに行く方がいいと、うん、会社のことを考えるんだったらその方がいいと、いう話がありました。ですので、こう原発事故で、福島が大変なのでオリンピックは返上しますと言ったら、まあ、世界各国理解はしてくれるんじゃないかと、うん、それに日本の評価は上がるんじゃないかという作業員の声もありました。オリンピックより原発を先にやれよっていう声ね、うん、まあ、復興五輪ということで誘致したのが逆に復興を妨げるというような構図になってきつつありますね、うんうん、資材もそうですよね、はい、まあ、人も分散してしまっては作業が滞りますし、うん、はい、次は資材で、今でもその震災の被害のあった各地の例えば漁港の復興に必要な生コンクリートが不足していて、その復興のスピードが上がらないっていうニュースがあって、私も実際読んだんですけれども、はい、うん、オリンピックになると生コンの奪い合いが発生するというふうに話す作業員がいました。資材が足りてないのにまだ取り合いをするのと。人も生コンも資金も、はい、はあ、どんどん分散していって、なんだったらもうどんどん東京へ行ってしまうんじゃないかという心配事ですよね。うーん、いやー、上田さん、はい、ね、3年経ってね、いろんなことを、まあ、取材しながら感じてると思うんですけど、作業員の方もそうだし、まあ、住民の方もこうお話ししにくさとかしやすさとかありますよね、はい、話聞くのはどうですか。実際大変になってきてますね。やっぱり我々のようなこうメディアに対しての不満の声というのもいっぱいありまして、はい、まあ、福島の人が今どういうふうに感じてるかというと、うん、その同じ福島の人、まあ、福島は、西から会津中通り浜通りというふうに3地域に分かれてるんですけれども、まあ、文化が少し違ったりするんですが、うん、同じ浜通りエリアの中の人同士でも住んでいる地域やどこから来たかということを最近お互いに言わない、自分がどこの出身か言わないということが増えてきてるんだそうですね。どこから来てるかということが分かると、うん、例えば原発の被害で保証をもらってるかもらっていないかが分かる、うん、放射線量の問題が分かる、自分がどのエリアに住んでいたからきっとどれぐらいか被爆してしまってるということが分かってしまう、うん、でそういうことがあると特に保証をもらってるかいないかということで生活のレベルっていうのは全然違ってしまうという状況が起こってしまっているので、それをお互いに知られたくない、あの人はいくらいくら東京電力から保証をもらってるとか、そういうことを知られたくないので、だんだん話さない、
仲良く話ができる人は限られてきてしまうと。同じ立場の人同士では話はできるんだけど、そういった違った立場の人は話がしにくい、うん、同じ県民同士でもなんか心が分断される悲しい話ですね。皆さんは被害者なのに分断されていく、やっぱりよそよそしくなってしまっていて、そういったふうに地域がどんどん変化してきてしまっているということなんですね。さっきもありました、広野町に例えば住む人、帰れるようにはなったんですけども、周りの原発の作業員の宿舎ばかり、町の景色は変わってる、これで帰りづらいですよねと。そういったところで地域の中でこういった分断が起こってきてしまってる、進んでいってる、どんどんそういうふうになっていってしまってるという状況の中、福島の皆さんは福島以外のところから福島に来て、いや原発はもう制御できてるんだと、アンダーコントロールなんで安全だから近くに住んでいた人戻りなさいという、そういう外の人の声に対して非常に厳しく反発をしているんですね。政治家、はい、学者、まあ、偉い人がちょっと来ただけでそういうことを言って帰っていってしまう、そういう状況に対して非常に怒りを覚えているということなんですね。私たちはそこの声をちゃんと聞かなきゃダメですね、はい、そこを封じてはいけませんよね。やっぱり世界的に例を見ない事故の収束に携わっている人たちが、福島に住んでいる人たちが、自分たちは切り捨てられているんだというふうに感じるようになってしまっていて、果たしてそれでいいのかと。そういった状況の中でニュースでもありましたけど、原発で再稼働する、はい、鹿児島で仙台原発を動かすとか、海外に輸出していこうという方向で本当にいいのかというのはやっぱり考えないといけないですよね。でもう福島の方っていうのはもう本当にいろいろ僕も感じることがあるんですけど、そうでしょう。次に地震がもし来て何か原発に被害があるんだったら、次も福島でいいと、こんな辛い思いを他の人にさせるわけにはいかんと、そうおっしゃる方いらっしゃるんですか。ね、だからそれ福島の本当の人たちが今最も危険にさらされてますよね。これ、はい、4号機のね、収束はまだなってないでしょう。これなんかもう同じような地震が起きると、もうまた一番大変な目に遭うのは福島の人たちですよね、はい、でその安心まだできない状況がずっと続いてる、しかも深刻になってきてると、生活はね、上さんの話でよくその実態が浮かび上がりました。今の第一原発の東電の所長が野戦病院だというようなことを言っていますけど、まさに戦争が続いてるというような状況ですね。はい、もともとそう嫌だとか非常に厳しい口調で喋る人たちじゃないんですね。やっぱ東北の文化圏の方ってやっぱりじっと我慢をする方が多いので、なかなか語気を強くしたりするということはないんですけども、やっぱりそういった思いからここまで言われてしまうと、やっぱりもっとみんなで、資材なり人なり思いなり集めてなんとかできないんだろうかというふうに感じましたね。作業員の方たちの言葉が本当に突き刺さりました、ね、やっぱり聞かなきゃダメですね。私たちメディアの仕事は本当に声、本当の声を聞いて皆さんにお届けすることですね、はい、上田孝之アナウンサーの報告でした。失礼しました。ご苦労でした。お天気のお知らせです。上田さんお願いします。はい、滋賀県の北部は曇り時々晴れ、ところにより明け方まで雪か雨。滋賀県南部は曇り時々晴れ、ところにより明け方まで雪か雨です。京都府は北部で曇り昼過ぎから晴れ、山地では明け方まで雪でしょう。京都府南部は曇り昼前から晴れ、ところにより明け方まで雪です。大阪です。晴れ、昼前まで時々曇りです。兵庫県は北部で曇り昼過ぎから晴れ、兵庫県南部は晴れ時々曇りの予報です。奈良県の北部は晴れ時々曇り、ところにより未明あ雪か雨です。奈良県の南部は晴れ時々曇り、ところにより未明に雪です。和歌山県は北部で晴れ時々曇り、和歌山県の南部は晴れでしょう。お天気の予報でした。
先週お伝えした本のプレゼント当選者の発表です。先週のゲスト、木野隆一さんの最新の本、検証福島原発事故、記者会見3、欺瞞の連鎖、そして小出博明さんの最新の本、原発ゼロの2冊をセットにして10人の方にプレゼントということでした。池田市の松下哲夫さん、明石市の村岡真澄さん、福井県福井市の古市哲也さん、京都市左京区のラジオネームドンナランさん、吹田市の高畑雄一さん、他5人の方、発送をもって発表とさせていただきます。多数のご応募ありがとうございました。平野さん、はい、リスナーの方から本当たくさんのご感想を今いただいていて、スターク・ジェガンさんってラジオネームの方、私を含め福島について目をつむってきたことがいっぱいあるっていうふうに感じましたって。そうですね。作業員の方たちの気持ちを特に知らずに来てた、うん、あるいはですね、川の底からさんという人は、今日の放送は国会のお偉い先生方にぜひ聞いていただきたい、うん、東京オリンピックの返上も考えてもらいたい、うん、というですね。まあ、事故の経験が全く生かされてない今の政権のエネルギー政策、まあ、それにつながる再稼働の動きですよね。冒頭の仙台原発の話ですけど、まあ、今震災の関連死が福島はもう実は直接の事故の時より上回ってるんですよね。で、やっぱり復興行政というものが被災地の人たちに本当に向いてないと、お金の使い方もね、政策も向いてないということを改めてね、感じてしまいましたね。やっぱりリスクの検証というものがまた不十分ですしね、このまま再稼働ということはあってはならないと思いますね。作業員の方がそんなに大丈夫っていうのと、あんたがすみーな、うんうん、あんたここへ来て一緒に働いてみーなって、ね、おっしゃったそのことは本当忘れられないですね。報道するラジオでした。